皆さんこんにちは、みぎみぎチャンネルです。今日は私が大好きな冷やし中華をこの糖質ゼロ麺を使って作っていきたいと思います。今日の具材はもやし、カニカマ、長ネギ、みょうが、きゅうりを使っていきたいと思います。もやしとネギにはまず下味をつけていきたいと思います。じゃあまずもやしからいきます。あ、お塩、ごま油、うまみ調味料混ぜていきます。長ネギにも下味をつけていきたいと思います。まずはめんつゆ、ごま油、こちらもうまみ調味料入れていきます。はい、混ぜます。それでは盛り付けていきたいと思います。まずはこの糖質ゼロ麺から。最後に大好きな長ネギです。山盛り、これで完成です。じゃーん、結構なボリュームでこれだけ食べても220キロカロリーなので、たくさん食べたい方はおすすめです。低糖質で野菜もたくさん摂れるので、罪悪感のない冷やし中華となっております。早速食べていきたいと思います。いただきます。麺も美味しいですね。夏にぴったりですね。ぜひ皆さんも作ってみてください。じゃあまたね。